梅五輪プロジェクトは2017年11月より公益社団法人日本将棋連盟様とご近所さんとしてのつながりがあります。これまでの2年間は2020年夏の五輪に向けて初心者向け英語版将棋パンフレットの共同作成などに力を入れてきました。私たちは初心者だからこその視点を大事に活動しています。今後も千駄ヶ谷に古くから根付く誇るべき日本の将棋文化を地元の大学生として海外に発信できるよう邁進します。